皆さんこんにちは、こんばんは。ピア線のキクラゲです。今回行う企画は丸々だけで構成力アップの第2弾となります。前回3分割法を活用して構成力が上がるかの検証をしたところ、シリーズ化してほしいとの嬉しいお言葉をいただきましたので、今回別の構図法を検証してみたいと思います。今回検証するのはトンネル構図。このトンネル構図なのですが、ちょっと写真を使って説明しますね。うちの猫ちゃんかも。はい、今回も猫のすけさんに協力してもらいます。一番見せたい部分以外を囲うことによって、一番見せたいものを印象的に見せられる、そんな効果があるとのことです。では猫のすけさんでちょっと試してみましょう。はい、こんな感じですね。確かにさっきよりもお顔が目立つ写真になりました。今みたいに加工してトンネル構造を作ることもできるんですけども、森の中で空を見上げる写真、この写真は素晴らしいですね。このお城の写真など風景の撮影の時に使いやすい構図かなと思ってます。今回はおねぼうさんのモーニングルーティンを使って検証したいと思います。トンネル構図は周りをうまく囲めるかが課題ですよね。うまくできなかった時は他のガチャのアイテムで周りを囲ってみようと思います。いや、こんなに綺麗な寝癖さん部屋は見たことないですよね。僕だったらこの寝癖さん部屋でむしろ成功かなと思います。いや、これは大成功なので、ガンガンこの髪型で外に出ちゃいと思いますね。実際はもっとぐちゃぐちゃになっちゃうので羨ましいな。ズルズルメガネ、すごい寝起き感がありますよね。このちょっと目からずれるっていうのが寝起きかなってわかるアイテム、すごいですよね。どうやってアイディア出しているんですかね。モーニングロックかわいい。新聞を持ってきてくれるワンちゃんとか最高すぎる。このモーニングロックもどっかに入れたいですね。はい、完成しました。トンネル構図で作ったアートグラフがこちらになります。鏡の奥の住人。いや、歯ブラシのアイテムを見ていたらちょっとこのアートグラフが浮かんできまして、サイコパス感が今回強いですね。トンネル構図というか、変な意味で中心が印象的になってしまったかもです。ちょっと楽しくなってきたので、マジカルダークは恋に執心で、もう一回トンネル構図を使ってみたいと思います。マジカルダークは女の子で挑戦してみようかな。小さい頃魔法使いのアニメが大好きだったんで、このガチャたまらないです。もうほんと好きすぎて、今も家にアニメの魔法のステッキとか変身用のコンパクトも飾ってます。結構小さいやつなんですけど、もう大切に今も飾ってますね。やっぱステッキがやばいですよね。コンパクトもいいけど、ステッキが結構グッときちゃいます。このひらがな表記もいいんすよね。やばいな、本当に可愛いが詰まりすぎてるガチャですね。あー、これも可愛い。トンネル構図関係なく、もはやもう普通にアートグラフを作りたい。あの少年時代のキクラゲの心の宝物を表現したいですね。はい、完成しました。トンネル構図で作ったアートグラフがこちらとなります。理想の飾り方、もうダメですね。トンネル構図がよくわかんなくなってきました。好きなものを飾るとしたらこんな感じがいいのかなって配置して、トンネル構図の周りを囲む構図にしちゃうと、どうしてもサイコパスになってしまう。これキクラゲの性格のせいなんですかね。
もしトンネル構図に成功された方がおられましたら、コメントで教えてください。はい、今回の検証結果は、トンネル構図はよくわからなかったけれど、サイコパス構図は理解しました。サイコパスアートグラフを作りたい方はぜひ真似をしてみてください。もしよかったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。ピュアセンのキクラゲでした。